山博のピカイチラジオさあ、えー、金曜日の夜になりましたでこんばんは山博ですこんばんは吉本新喜劇のすっちですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですちょっとテイストを変えて、ね、タイトルコールをさせてもらいましてでやろうん。はいはい、改めて、はい、あのー、先週の放送後のおまけの動画配信を今さっき見てたんですけど、はいはい、なかなかにやっぱり エロいね全体のテイストがね特に先週は72歳やった男性の方が20代の職場の彼女に恋をしてなかなか用意してたものがすごくてお寿司ケーキエステエステ花束花束。 スイートルームの飾り付け,り付け超高級ホテルのスイートルーム、うん、そのお寿司もエステも全部そのホテルのです、うん、どのぐらいかかったのお金にさまあそういやまあそりゃいってると思うんですけどまあまあ勝負かけて、はい、頑張らはったんですね、うん、で最終的にスイートルームで抱きしめて、うんうん、そこまでは向こうもまあ、はい、こっち来てくれたけどはい ごめんなさいごめんなさいそこで終わり、はい、でその時はもうすでにカチカチやったというあなたの蓮子が <laughs>、はい、特にあの動画配信を見てると、はい、まあもう、まあ、カチカチに何も。 問題はないんですよ、うん、カチカチの問題もないんですけど <laughs>、はい、何でもカチ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 言うからほんまも言いたいだけなんやろうけど <laughs> 聞いてる方からするともうやっぱりエロい番組で、はあ、最終的に古川さんが自分で「カチカチ」って言ってました。 そうだからね。まあハグまではそこまでお金を使ってくれたのならお礼の意味も込めてまあなんなら逆にトントンするぐらいのねでもギュってされたらカチカチあったらびっくりしますよね。びっくりしますわ。っていうピストルかって思いますもんね。あれピストルって。まあ七十代でねピストルなんてピストルと間違うぐらいのやつは羨ましいですけどそれを。 ま復唱して、ね、そこまで言ったんですけどそっから先まあまあ喋ってたんですよ<う>私たちそっからが問題ですねちょっとあまりにも <laughs> 内容があまりにもだったので山宏さんが「思考を踏む映像」に差し替えられていましたあれおかしいやろ <laughs> あれ本番前にたまたまこの思考をここで踏んでたんですか <laughs> ちょっと広いスペースあるんでね、うん、であの カメラがラジオ局ですけど設置されてて、はい、このスタジオの模様をこの時計のすぐ横にある設置されたカメラで、はい、全体が映し出されてて、はい、それが隣のサブの方に、はい、映像として画面に現れるんですね。はい、で向こうでなんか見てるから、はい、思考を踏み出しましたよ <laughs> 本番前のトレーニングとして。はい <で>いつもあのゴルフの素振りしてみたり、はい、あとミュージカルの前はここでダンスのおさらいしてみたり、うん、それも隠し撮りされたんや、はい、そうやったやろ、はい、で思考を勝手にいや見て笑ってるだけやと思ってたら。うん <laughs> 僕はサービスのつもりでやってたんですけどんまサービスのつもりですかだってこっちに自分たちの映像も映ってるじゃないですか、はい、ちっちゃい画面で、はい、ああかんかんカメラから僕ずれたとこで四股踏んでるわと思って、うん、わざわざそっちに体を合わせて四股を踏み直して、うん、そやけど普通に笑かしてるだけやからなんかまともにやってなかったんですよ。うん、でもそれを録画ししてて、うん、サービス映像として、うん 配信してるんです、うん、<laughs> そこまでは許可してないですねそうです僕自身思考は NG なんですか僕ね思考はね言ってもらわんと困るの <laughs> めんどくさいなこの人面倒 <laughs> くさい人や,なやちゃんと足上げたいやもっと <laughs> あ,<ー>あちゃんとした思考ならいいんですかちゃんとした思考やったらいいけど半分笑かす思考やったから、うん、<laughs> ちょっとなんかまあ力抜いてた ね、あんな思考かみたいなぐらいのレベルなんで「うん、いやいやちゃうよ」と「思考をちゃんとお見せするんや」ったら言ってくれたら「うん、録画するんだったらそれに合わせた思考を踏みましたよ」勝手に録画して、うん、でその YouTube 配信の際どいところをもうあえてそこに差し替えて。はい 流されてるんです。どう思います。邪魔くさいやゃで。俺かえ。俺のことかえ。邪魔くさいやつで。なんか。はい。先週の、あの、その七十二歳のね。はい。まあ、すごい勇気ある行動だったと思うんですけど。リスナーの皆さんからも、いろんなご意見が来ておりまして。ご意見版一号さんは。はい。 先週のさまよい次郎さん、さま、うん、よい郎さんでしたね。たねだけは聞いてから何日経ってもモヤモヤしています。うん、相手の女性ホテルで抱擁された時怖かっただろうなぁと。ああ それまで気のいいおじいちゃんと思ってた人が男をむき出しにしてきたわけですから、うんうん、あのハマちゃんでさえ何年もかかっての今です。食事に行けただけでも,もう幸せなのに暴走しすぎましたね、うん、いろんな段階踏む前に社交クラブに相談しないと、うん、そしたら今でも楽しく食事ぐらいできてたかもしれないのにね。 たちひろしさんぐらいのハンサムで資産家なら別ですがまあこれや皆さん困ったらさっさと社交クラブに相談しましょうそうですねたちひろしさんだったらねなんなんですかもう全然もうねでねたちさ,さんもでもそれぐらいの年でしょそろそろ七十ぐらいでしょうね<ー><ー>多分ねたちさんやったらもうその前の段階で向こうがやっぱりドキドキしてるはずです まあち女性がね舘さん7 2十二。そんなもんですよ同い年じゃないさまよい二郎さんとちひろしさん同い年じゃないほんで舘さんの場合はそんなに用意せんでいいと用意せんでもいいし何やろうそのもうそういうことを覚悟して泣くる女性の方が。 絶対そううやと思ですだからさまよい二郎さんはやっぱりすごくいい人を前面にすごく出してたからこれまでねだから女性はびっくりしたと思うそのギャップにそうなんですよ。もしタチさんやったらもうドキ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 しながら。 残念ながら我々も含めてみんな立ち広人は全然ちゃうから橋博さんはねなかなかいらっしゃらないね山博さんも70人になった時にはさまよい二郎ですわさまよい二郎派なんですよだからみんなで考えたいんですよそうですねどうすればうまくいったのか一つ思ったの僕も一週間考えましたみんな考えてたんですそれなりにさまよい二郎さん70人なんですよはい ということは、うん、えと僕より一回りちょうど上で、はい、あのバブル全盛期30代半ばとか、うんうん、そんなもんな、ね、後半とかそんなんなんですよ。つまり、うん、バブルの時のあのなんかもうイケイケドンドン的なクリスマスイブの夜はホテルの部屋はもう全然そんなもん空いてない取れない,ですいうね。はいそこの 思いがまだ残ってたんちゃうかなって思うんですよね、うん、片や谷女性は20代ということは、はい、まあ1990年代生まれでしょう、はい、でもバブルが弾けた後生まれてるんですよ、うん、でも長い不況の時代からのスタートなんですよ、うんうん、そんな、まあ、相手が別に太地博士でもさまよい二郎でも <laughs>、うん、こういきなりこんなことされたら、うん 誰でもそらね、ごめんなさいっていうか、もうびっくりすると思うんです。うん。うん。そこが。僕、はさまよい次郎さん、先輩ですけど。ちょっと間違いあったんちゃうかなって思うんですね。うん、はい。だから、その、うん、そこ、行くまでですよね。そのホテル。うん さああの誕生日をお祝いします、まあ、それがめちゃめちゃ豪華やったのは、まあ、時代のこととか<ー>そのバブルを経験してるっていうのはあるんでしょうけど、うん、その誕生日をする祝うまでのちょっとずつ言ってたわけでしょ、うん、もう半歩ずつ、うん、あの誘ってってこう言った言ってたでしょ。うん、だその間に、うん 本当にいい人ででしかなかなったんですよ相手にとってね。なんといい人なんだろうっていうイメージがずっとこの時間をかけて根付いていった、うんうん、だからびっくりしたいと思うんですよ、はい、ちょっとでもやんちゃな一面ちらちらっと覗かしとかんと、うん、この人もまだやっぱ男やから、うん、女として私を見てる部分もあるなぐらいの。を、うんはい、ね匂わ,、うん、わしとかなかった。から、うんはい やっぱこういう、うん、え、ちょっと待ってってなったと思うんですよ。男って、半歩ずつこう行って、感触がずっと良かったら。勘違いしてしまうのかね。うん、勘違いすると思うな。行けるなと途中で十歩進んでしまうんですかね。こう気持ちの中でね、うんはい、僕だってこの侍次郎さんが。はい、そのすごいホテルでお寿司食べさせて、ね、エ<ー>ステとかしなかったとして。うんうん もっと庶民的なお祝いの仕方をしたとしてもハグまでは僕いけたと思うんですよ。ああ、僕もそう思う。で、よしよしみたいな感じで向こうも受け入れてくれたと思うんですよ。部屋でなくてもでしょ部屋でなくても。ただそっからはそんなことする人とは全く思ってないから相手はそう思ってそこにものすごいギャップがあったんでしょうね、お互いの思いにね。もう一回だから えー、先週も言いましたけど、はい、恋愛にピリオドではなくて、うん、その庶民的な、うん、自分の中で普段できるお祝いの仕方をしながら、うん、ハグからスタートしたらいいわけですよ。郎さんだってそのね YouTube 途中で切れましたよあ<う>の配信、はい、僕の思考に変わりましたけどね勝手に <laughs> あのその切れた部分の一部分を言うと。はいはい 古川圭子アナウンサーが <laughs> そうなんですだからね誕生日にスイートルームを取ったり花束用意したり、うん、サプライズするっていうのは、うん、バブルを知っている人にあえてやってあげると喜ばれたと思うので。うん 50代半ばぐらいから上を狙っていけばうまくいったのではないかと私は思います、うんうん、この50代半ばっていうのは <laughs>、うん、まさに私たち今の、はい、えあなたたちの平成元年に就職したこの私、ええ、はい、平成元年の1年間本当に楽しかった ですね <laughs> 同僚たちと何が楽しい同僚たちとね華やかな航空会社という <laughs>、はい、当時とても花形の職業で人気がありまして合コンのお話もたくさんある中、えー、早晩の日っていうのは朝5時から働いて昼2時に終わるんですよ遅、うん、晩の日は逆に昼2時から始まって夜10時までなんですよ。うん、早晩から遅 っていうね昨日早晩、うん、今日遅晩っていう時はちょうどその2時に仕事終わって2時に仕事始まるまで24時間あるわけ午午後後時時から午後2時まで,そ,2時までそこをみんなでそのホテルのスイートルームを借りて、うん、同期みんなで泊まって、うん、夜ディスコ行って大騒ぎして、うん、ああ言って次の日何もなかったようにみんなで出勤するっていうようなこれちょっと聞いていいですか、はい日常を その日常の中には、はいはい、その同期っていうのは、はい、女性ばっかりの同期ということは、はい、そのみんなでスイートに入ってっていうのは女性ばっかり、はい、女性ばっかりではワイワイですけどね。ああ男性はいなかったんで男性はだかディスコに行った時にいろんな人とお話をしたり、うん、<laughs> じゃ,ゃ奢っていただいたりっていう。 いろんな人とお話ししたりおごっていただいたりする中で意気投合っていう人も中にいたかもしれないいたかもしれないですけどそれはあの動機で住人でスイートホテルに戻ってきますからその日はそんなことはあ消えたりとかはない帰ってけへんなそこはなかったです後日やそうですね連絡先聞いてだから戻ってきてからまたなんや今日のどんだけ ねえそうどんな子おったみたいなだって当時は LINE もスマホもないですそうなんです携帯ないですからねほなまたそっから A の持ってきた子にちょっとつなげてくれよそうそうそう次の合コンセンティうわっ群がってそんな下品な人いや絶対そうですそういうことなんですうわっていくわけハイエナのように商社マンおったで銀行おったでみたいなこれはもう当時証券会社とかああ っていうことをしてた人たちを、うん、誘っていただいたらだから <laughs> いそう考えたらいっぱいいますやんさま、ねうんはい、よい次郎さんについていったかもしれない、ねうん、だからそういう方に行くにしても、うん、やっぱちょっと匂わしとかんとダメですよねそうですねいきなりはね、うん、はい。 向こうもブランクあるし女の人にこれよい二郎さんどんな思いで聞いてんやろいやうるさいなもう分かった分かったもうって分かってんねんいやそうだ言わへんじ言わへんじゃ言わなこラジオにならんねんてこんなにあの20代のピュアな子が好きやってんっていうことですねかもしれんけどもこんなに2週にわたって トークでしゃぶれるっていうのは、なかなかない。もう今の、はい。この、さまよいじろうさんの。投稿は、それだけ大きかったんですよ。いろんな人が、いろんなことを思ったわけですね。でしょう。うん。七十二歳になった時に。さあ。そこまで僕できるかっつったら。自信ないですもん。その、一人の女の子好きになって。で、ちょっとずつ、こう、距離縮めてって。 誕生日の日にそこまで頑張ってっていうそのパワーそんな分かれへんでスッチ今そんな言うてるかしらけどカットした動画の中にねメダカ師匠やとカ師匠やとカニバサミっておっしゃってましたよそんな言うてましたせっかくカットしてるのに全部言うてるってそう言うてたらスッチーも72になった時に カニバサミから何から新たな技を告り出してほら誰と出会うか分かんないですからこんなパワフルなねことをねえ今いくつやったっけそっち僕50ですいうことはまだ22年あるかそうだから22年先ですよ僕は12年やからそんなにむちゃくちゃ先とは思わないんですよいや12年って長いですけどさ その時にこういうねエネルギーがあるのかっつったらうん,うん自信ないもんな、うん、すごいよねそういう意味でもこの方はすごくあのパワフルな方やなって思うしたまにいるよねこういうパワフルな、うん、ちょっと今回はあのミスったなって感じやからほんま次そうですねだってカッチカチなんですよカッチカチ 傭太傭太いやほんま七十二歳でそうですよねピストと間違うぐらいでしょあれピスト突つけられてるえそんなはずないカチカチゃん今週も聞けたっていうことですよこんだけ聞いたらまたどっかで言いますよこの人絶対言いますよ先週のあの配信の時言ってんねんもんであなた言ってるんですよその口が言ったんですよ 面白かった。いやいや、ほんま頑張ってほしいな。頑張ってほしいですね。いつもは、この後日談、を送ってくださいって言いますけど。さまよいじろうさんに関しては、どうかも今の心境。教えていただきたいですね。なんかすごいへこんだ感じですね。最後もうこれで終わり。でしょう、で、それはちょっとな。じゃ、トークを聞いて、私の人生での恋愛は、これで終わりですって書いてるけど。そこになんか変化を。 なんか影響を及ぼしたのか、はい、あるいはもう本当にそう思ってるのか、うん、ちょっとあのお寄せいただけたら嬉しいですね。うんはい、聞きほんでさ俺終わったから四股ちゃんと踏むからさ <laughs> もう一回撮って、うん、ちゃんと取って <laughs> ほんまに。 見たいんですかねそこなんですよ、うん、ちゃんとしたやつほんなん見たいんかやってなんなんそれそれやったらもう最初から配信制限があったらええやんもう全部あかんやんでその四股踏んでる時に後ろに古川さん座ってるんですよ、うん、普通ににこやかに笑ってるだけなんですよ <laughs>、はい、いやもうほんまにちゃんとした四股、うん、完璧なの見せたい 言うんやったら、ほんまにふんどしして。そっからですね。うん、スッチ。それでやりはるんやったら、みたいな。言うけど。自分、しこって、ほんまのしこ踏んだことある。ないですよ。ないやろめっちゃ、あれ、足上がらへんって。最初は。だから。僕も偉そうに言ったけど、ほんまにとか、本気とか。いや、ただ、映ってるな。これを録画されてるなと思ったら。ま気持ちも変わるじゃないですか。 あれただただのんべんだらりとやってた思考を配信されてるんですよ。うんうん、それやったらちゃんとしたやつ気持ちが入ったやつをお見せしたいと。うんうん 見る側はだらっとした、うん、でもいいんですよそんな風にスタジオにいてはんねんなっていう俺もうずっとスタジオの中緊張しとくわほんだ <laughs> ら何もめちゃめちゃ本気の思考みたいなんてだら一人言ってない思考の問題じゃないんですよね、うん、何の問題なのじゃいやだからスタジオで三人がどんな風にオフを過ごしているのかカッコ悪かったわじゃあずっとみ耳でお腹なったわ今 <laughs> <laughs> 腹筋に力入ってね,ね。あ、はい、りましたですね。はい。まあまあ、そんなこんないろいろも今日もあの投稿来てるんでしょう。はい、もう今日の社交クラブも。はい。また<々><ー>。いろいろと。か。 てますよ。続くよね。うん、いや,やっぱり一つご紹介すると、うん、あ、いろいろ思い出して送ってみようかなってはいなりますから。ぜひ聞いてみたいですね。はい、<ー>どうぞお楽しみに。格好な情報もございます。怒りの投稿、街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています。そして山本社交クラブです。 皆さんの恋の話教えてください。すごいのが来てるからといって躊躇しないでください。そうそうピュアなのもお待ちしておりますし、もちろんですたまにね。たまにはい、ね。<laughs> 1> 約一名う,うっすいなあっていう人はあまあいますけど、大丈夫です。 機械地下地下調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください。私たち3人はどう思うかお答えいたします。メッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています。山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージ入りオカードをプレゼントしています。送ってこられると何かと困るという方は辞退希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。 メッセージの宛先は、メールの方は、山アットマーク、mbs1179.com、yama アットマーク、mbs1179.com、ファックスは、大阪06-6809-9090、大阪06-6809-9090です。 番組の公式ツイッター、アットマーク山1179公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿、街中モンスターハンターモンスターペアレントにモンスターペーシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで、現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。そこで、皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます。 神戸市の姫だるまさんが見つけたモンスターです主人のワイシャツをスーパーの衣類品コーナーで購入しましたビニール袋に入った製品です家に帰ってよく見てみると襟に小さなシミが見えましたビニール袋は開けていないそのままの状態でしたのでレシートを持って店に戻り同じ値段の同じ製品と交換してもらいました 翌日たまたまその売り場の前を通るとなんとそのシみのついた商品がまた売り場に並んでいるではありませんか<ー>普通そういう商品をもう売り場には置かないと思うのですがどう思われますか気づかずに買ってしまう客がいるのを期待しているのでしょうか私みたいに交換しに来ない人もいるかもとこれってモンスターな店だと思いませんかねあの も勝手な判断なんですかね。これぐらいのシミやったら大丈夫やっていう店員さんの判断でまた置いてるんですかね。クレーム来たもんでも電話ね。ね。引っ込めるか。その人には全然責任ない話でしょう。多分。誰かがオッケー言ったんでしょうね。こういうことがありましたは言うと思うんですよ。その報告。うん交換してるし。いや。 お、本当でやんと。誰か。うん。かまへん言う人もおるんちゃう?。金製品、したら金製品ねんから。うん。かな。かもしれんな。うん。せめてちょっと割引とかね。うん。そうですね。いわゆる B. 品店。そうですね。そうやな。シミはあります。ってね。はい。染み付きやと何割引くらいやったら買う。うん、でも、取れるかどうか分かれへんかったら、もう、そもそも。ほんだら、B. 品にやん。 でも無理やね。そういうシャツのシミは B 品はちょっと難しいか。ね、裾の方とか見えへんとこならですけど、襟ですからね。そうやな。あや見えるもん。注意深く見たんかな、姫ダルマさん。またまたも見たら、あれあれやみたいな。よう見て買わなあかんわ。ね。 奈良市の大仏さん大好きさんが見つけたモンスターです<い>近所のコンビニでサッカーくじを買いました対応した女性従業員がこんなん当たらないですよ<え>と言うんです <laughs> さらに横にいた店長まで損するで、ね、いいのかと前々からこの店員たちクソ愛想が悪く使うのが嫌だったんですが 近くとか、近くだから使おうっているのですが、この言葉聞いて、二度と使うかと思ったモンスターです。なんでそんなこと言うのよ、<laughs> わざわざ。お客さんにね、買ってくれるものになんちゅうことをね。サッカーくじっていうのは、あの、いわゆるサッカーの試合で。っていうやつですね。いやと思いますけどね。今あるのはね。うんうん、たまになんかすごいの、当たったりししてません。はい。うん、なんやろ、サッ。 かグッズのいわゆるくじなのかあのいわゆるとと結果を予想するのなのかととちゃうかな、うん、当たれへんって,ってそんなわんかりませんよねめっちゃ当たるかもしれませんよ、うん、<え>最高って何個当たった、はい、あこういうものでですかこう一<ー><ー>万当たったことあるかな僕も一万やったと思うへ<ー>あっ一万やったな確か 宝くじ宝くじやったと思ううんあったはずなんやろう。十とかはないな十やったらすぐ言ってしまうと私何千円とか3 0円のだったら3 0円とかありますけどそうですそうですそうは1回ありますああ枚つづり買ったら一枚はまあ三百円300円やからねで上が三千円ねは一回ありますうん そんななもんかなんじゃあ最近なんぼ買ったことあるいやちょっと基本あんまり買わないですなんぼやったかななんかお金出し大手みたいなのはありました、ね、うん。うん僕もグループ外では会グループでそれ一人では、うんえー、ほんまに10枚ぐらいかな10枚言ったら3,000円はいああ 今まで働いたことのあるとある会社で、うん、私は参加していなかったグループ外で1億円当たったことがありまして、うん、20人で買ってたんかな、うん、だから500万ずつ<人>でつし結構あのバイトの学生の子とかも入ってて、ね、なんきいねかその日もう仕事になりませんでしただってそれってだから相当前でしょ えぐいすごいよね当たるんやってなってグループ買いが流行りましたけどグループ買いはねちゃんと仲いいグループじゃないと大変ですねそうですであのいろいろ決まりをちゃんと決めとかんと当たった時のねいまだに中京競馬場のあの競馬っていうのは芝のレースとダート砂のレースがあるんですはいダートのレースで僕とまあ先輩 カメラの先輩やけどこう僕競馬担当してる頃かなそのちょっと後ぐらいやったかなってってあれ今の中京競馬場ってほとんど外枠が来るやん」って「うん、多分砂の締まり具合やなこれ」って、うん、だからこの週末の土日、うん、え中京競馬場全部合わせてダートのレースが6レースぐらい3レース3レースあるわって、うん、これをグループ買いで1人1万円ずつ出して買おうって。うんうん 1で一人でやったらもう怖くなるから、うん、当たっていくと、うん、絶対最後までやる、うん、でそもう今みたいに複雑な馬券じゃないから66676877788それだけを買う10万円10人おって10万円やったら、ね、外枠だけで,、はいはい、でもう,うちが来たらもう諦めようと、うん、土曜日3レースか4レースあったんですけど、うん、全部来たんですよ。うん いいくららぐなるんですそれでで相当すよねそれを決めたのがこれ以上絶対に増さんとこなって言ってたのに金曜日の夕方電話かかってきて「あのなちょっとまだ何人か乗っかりたいって女の子たちがいるんや」一人1万円出す」って言ってんねう最後まで絶対に行くよ」って言って「仮面仮面もうそれはもう口酸っぱく言ってるから」言ってたのに土曜日終わった段階で相当な額になったじゃないですか。 そしたら後から乗ってきた子たちが慌て出してっていうか騒ぎ出してもうええやんこんだけたまってんねんから日曜日そんな全部つぎ込まんでもって例えばそれが100万円になってたら100万円をさっき言った6 6 6 7 6十何点かに分けて全部買うわけやからゼロかまた次いけるから土曜日の終わってからみんな騒ぎ出したみたいで日曜日僕京都のホテルで結婚式の司会やってたんですよ。携帯とか何もないでしょ もうね、ホテルマンがねお色ンしで僕ちょっと暇にしてる時にね「<う>山本さんあの関西テレビの何々さんから電話が入ってます」<laughs> え何なかあったんかな?」と思って「は,<ぁ>ではい」って言ったら「あのな」って「みんな騒いでんね、うん、もうなもうここもう持ちこたえられへんから、うん、払い戻し行ってもらうわ」って「は<ぁ>いやいやちょっと待って」って「今日のレースまだ3レースぐらい残ってんね、うん、これ全部行って、うん、したらものすごい儲かんで」って言って「うん、いやもう」 わし1人ではもう持ちこたえられへんとか言って結局 <laughs> <ー>「もうええわこっちも仕事やし」って言って切って払い戻しに行ってん、うん、全部来てんうわーあその後もその後日曜日のレースもー行っときゃよかったやつやあるねんその時期時期で、うん、そういうのも来るなっていう、うん、特にダートとかになると。うんうん もう力抜けたもん、それでも一人二十万円弱かなんか、あったと思うんですけどね。<laughs> いい感じですね、その後から乗ってきた女性たちは、そんな普段いや、全然初心者。いや、ね、やったことない人たち、うん、いやと思います。だから、その。うわって、こう、わくわくする感情よりかは。うんうん 当たったんやじゃあもうそれ欲しい今あるこれを堅実に手にしたいっていうバッグ買えるやんそそそううう。いやほんま入れたらダメですね途中からほんまに入れたらダメ最初五人と五人組んだらもうその人間から絶対増やさないあの時学びましたですねその感覚が一緒の人間だけでやらんとそう儲けそうなりましたでもあの時儲けてたらまた次 えね、同じような夢を見て、うん、全部今頃はないんでしょうけどね。んそんないんでしょうけどね。はい、さありかしゃ喋ってる間に時間が来て 2>, <laughs> 2件しか紹介できませんでしたが、えー、皆さんもお周りにいるいろんなモンスター情報をどんどんお寄せいただきたいと思います。さて今日の一曲ですけれども「えー、山ま会議」の方では今週と来週、えー、創立50周年の「 ベルウッドレコードというレーベルのですね復活ということで十一月十一日に中野サンプラザで復活のコンサートもあるんですけど、えー、そのベルウッドに焦点を当ててお送りしてますが、えー、そこから一曲を聞きいただきたいと思います高田渡さんで生活の柄山本社交クラブさあ行きましょうはい翔介さん翔介さんで<す>はい フェイスブックで保育園の頃の初恋の人とつながりました友達かもの中に彼女を見つけたのがきっかけです僕は懐かしくてすぐに友達申請しました、うん、すると3日後彼女から返信がありそれから毎日メッセンジャーでやりとりをするようになりました卒園以来なので50年ぶりです、うん、ちょうどまた55歳が来ましたね、うん、55歳か <laughs> 当時の思い出から今までの人生近況までいろんなことを語り合っていますお互いにバツイチということも分かりました、うん、そして会話をしているうちに当時僕たちは両思いだったことも分かり彼女は僕と手をつなぐのがとても好きだったと話してくれました僕は大阪彼女は京都会えない距離ではありませんなので僕は 今度会える機会があったら50年ぶりに手をつなごうと言いました、うん、すると彼女は素敵ロマンチックやねと返してくれましたまだいつ会うかなど具体的なことは決まっていませんが50年後に両思いだったことが分かった2人が50年ぶりに手をつなぐとどんなことが起こるのでしょう また経過をご報告します。俺、古川さんが、そ水読んでる間、スチの公民のすきやわ。みたいな。どんな顔してました。っていう顔して。いや、だから。庄助さんもや。いい話でしょう。保育園時代の、両思いやったって、分かったもんな。僕、好きだったんですよ。 大阪と京都でしょ。大手とりあえず。大手、うん、から送って <laughs> <laughs> 今まだ早いと。まだ早いと。言い,、ま、い,いました50年ぶりで手をつなぎました、はい、どうなったかを言うてこいと。ういうことですね、うん、先生。今1ページ目ピュッと読んで。うん <laughs> っていう感じ。そうですね。もうこっち消化不良で。そうでしたね。一貫の最初はいらんねんと。最初始は。この二人はもうずっと盛り上がってるんですよ。間違いないでしょ。そうですね。ま手をつなぎます。なんやかんなんか最初えいろいろ言いながらしばらく時間かかってやっと手つないだったらもうそっからはそう。 クイッたね。康之さんは多分そのなんやろなその社交クラブ初心者の方で、社交クラブ初心者。ちょっとそのあすごく嬉しいと思うんですよ。いやこれもまあすごい時々楽しい。これもなんてもう誰かに言いたいって送っていただいたから本当にありがたい。いや気持ちはめっちゃわかんだ。ありがたい。めっちゃわかる。ただやっぱり社交クラブの中ではあの。 本当にももう水みたいなん味何にもついてないというか皆さんがそれぞれに皆さんこういう経験をされてるんですよ社交クラブの参加者の方はねだからもうすごいありがたいことなんですけど今度から今度からはっていうそうですねこの気持ちはすごい分かりますこれでみんなそうなんですよみんな分かってるんですよ さんに何の本当は問題もないもう我々が今もうウキウキしてますからね、うんうん、次どうやって進もうかと思って、うん、それは分かるねんけど、うん、な, <laughs> な<で>もう古川さん呼んでる間のスッチーの「<laughs> うーもう終わりか <laughs> あれもう終わるわやっぱ終わるわ」っていうね、うん 顔を見るのが僕はがもううバカになってるといか僕らが悪いのかんですけどねすごい濃いもの食べてるし刺激物ばっか取ってるんであれですけどにしてもいやにしてもやでだから例えばカレー屋さん行って大辛一番辛いやつを食べ慣れてるから言ってだからマイルドなのが来たから言ってるんじゃないねん。 まだ米だけ出てきた感じなんていうの「お前ろうかかってへんないまだこっから食べる食べて辛さを味わうっていうねその前の段階やったから気持ちはめっちゃわかる翔助さんの気持ちはめっちゃわかるんですよわかるかる僕もえっと高校出て予備校行った時に引っ越す前の小学校で一緒やった男の友達が「赤く君」って言うねんけど「お前山本違うんか?」って 言ってきてき「うん、そうや!」って言ってもう十何年ぶりに再会して「うん、ようあの頃遊んだな」とか言って毎日呼び声かんと遊ぶようになって、うん、<laughs> 勉強勉強勉強せんと遊ぶようになってそんな中で「お前そういやまみちゃん好きやったよな」っていうことからまみちゃんっていう初恋の子と会わせてもらったよそれはその時やっぱ嬉しかったから祥助、うん、さんのもう、ね、気持ちはすごく分かる、うん、気持ちは分かりますよ。 でも一ページ目です。一ページ目やね。もうちょい先まで読ませていただきたいんで。そうそうそう。だからもう一ページの段階で嬉しいっつって送ってくれはったんでしょうけど、もうちょっと五ページぐらいまで今度からね。そうですね。せめて一回おっていただいてね。そう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 。五十年ぶりで繋ぎました。ちょっと待って。一回応って。 てそこを打ったらまだ早いねんってでゃあさんは一回大手て手つないだらほんまにそこで送ってきてくれんねん。いやもうここまで来たらそらもうちょっと段階進んでからなんですよだってそんなこと言うたらあんた毎週送ってきはんねで飛ばしたらなんか分からへんしそうで祥亮さんの気持ちはすごくありがたく頂いて。 だからここからもしかしたらこんだけ言うてて実はここからすごいことになっていくかもしれんからこの最初の一発目はもしかしたらすごいいわゆる一通かもしれないですけどね。序章でね軽くこう敬意を言ってるだけというねまあ今までもね予想を飛び越えたのいろいろありましたらね発展はしたからね。さんが 伊次郎さんほどやないにせよ勝負をかけて大体ね何やろなもうねこの角度やったらこの角度って分からへんでねどの角度何を言いたい助走してバンとあの何をする時幅跳びみたいな助走バーしましたでバン踏み込んだ飛び出した時の角度ねで大体こう距離分かるじゃないですか。 距離で <laughs> 感じま <は S 2> <laughs> す。角度的にね。まだだから、まあうん、えっと三段跳びにしても幅跳びにしても踏み出す前やわ。そうです始まってもいないぐらいは。ね、もうだからもうスタート地点に着いたっていうところやわ。うんうんうん 選選手に選ばれたっていうそうそですねだからまあ祥亮さんが、まあ、そんな角度なかったとしても彼女がどうかはまだ分からない向こうね向こうがとんでもないとんでもない可能性あるからラジオを着の皆さんこの二人はもうほんまに舌がバカになってますわ <laughs> <ん>すみませんほんまね味が一個もせんかったから味せえへんかったごめんごめんんならまあ ちょっと味付けね、はい、してもらって、うんはい、また送ってきてくださいな。どれぐらい進んでいったのか、えー、ある程度進んでから、はい、じゃあ本自分としたら、うん、多分すごいドキドキすると思うんですけど、本人はね。そうだからそれを僕が。うん 僕が経験したとしたら、すっごいドキドキする。ただ、それを人に聞かせかって思われたら、まあ、思わないと思うんですよね。まあ、でも、庄助さんは、この番組のこのコーナーのことを知って。あ、自分も、そういうね。人と出会った。っていうこと、出会っただけで、送ろうと思ったんやから。これは、まあ、ありがたい。クオカードにメッセージ書かせていただきますよ。はい、そうですね。その、なんやろう。あかんじゃない。いや、全然ないんです。よただ、薄いんで。まだ今、ちょっと水とサラダ出てき。た そうですそうですメインディッシュを頼んでおきますさあ彰さんお願いしますねもういつ行きますねせっかく怒ってくれてほんまにほんまに怒らんといてほんまに怒らないでくださいね僕もキーワードサラダ困るなと思いながらね言ってるんけどだんだん敵増えてきたようなこの番組もねそうやね皆さんよろしくお願いしますはいえとねこの方も男性の方ですこたつさんですはい 結婚21年目。お互い50歳を過ぎマンネリ解消のために8月下旬にラブホテルに行った時のことです。すご,ご夫婦でね。はいはい、部屋に入ると w i f i の設定に関する説明書きがあり、うん、書かれているパスワードを自分のスマホに入力しました「うん、おおこれで w i f i o、OK、k になったわ」と妻にも「w i f i を設定するように言うと、うん、えうんうん」と怪しい返事。うん その後妻の仕草を観察していたのですが設定する感じもなしいつもならわあここフリーワイファインカーなどと大喜びするのにここからは私の憶測ですわかりましたわかりますよねいやちょっと黙っていてわかりましたわかったんだわかったでええから言ってわかるかな山博さんに以前妻は誰かと来て すでに Wi-Fi の設定が済んでいるのではないかすでに設定を済ませているため私が設定を進めても設定しなかったのではないか、うん、私の勘違いでしょうか妻に疑念を持ったままホテルでの一夜を過ごしましたいやーりゃー、うん、絶対来てますよ一回行ったとこって勝手につながるんですよねがるえ、そうなん、はい、だからよくその営業で 地方の会館とか行くじゃないですか。うん、Wi-Fi あるじゃないですか。うんうん、で設定するでしょ。うん、次来た時にあここ前来てたな。Wi-Fi つながるわ。<ー>もう一変設定してるから。そういうもんなんや。はい、だから奥さんはもうばあもう Wi-Fi 入ってる状態やっるんで変にこう開けてみたらあつながってるやんってつながってなんで,えで,でってな。<え>うん、それは一回消してもで出たら。 途切れるやん途切れてもその実績があったらまたそこに行くと自動的にそうなる一回来たことをちゃんとスマホは覚えてくれてるんです僕ね Wi-Fi ってねだから繋ぐんじゃなくてねずずっとなんていうのあれ緑色の表示にしてんねとどういうことですかどういうことですか緑色だからよく Wi-Fi 使ってくださいとかってあるのはもう別に無視してその上限はない感じなのああ。月々のあ だから別に、あのー、よそで Wi-Fi 使わんで使わなくても、うん、だからそんなに見ないから、うん、使い放題にはしてるんかもしれんけど、うん、そんなに見ないから。だから常に どこかに行って「ああここ w i f i 接続するやん」って言って何かを入力ってあんまないんですよ、うん、僕もまあポケット w i f i 持ってたりするので iPad をやったからもともとなんですけどやっぱお周りの子を見てたら若手とか特にその w i f i あるとことすぐ w i f i 入れたがるわかりますはいわ、はい、かりませんよ 想像ですけど。いやもう完全にそうやわ。そうなのあら。そこで貸してみっつって手に取ってたらもうバレてたでしょ。そんなこたつさん偉いな。それ以上よぎっても追求しなかった。追求しなかったやろ。ん？ってなったんでしょうね。それもし自分やったら追求しない。いやどうやろうな。 だって今もう呼んでるもうほんまに早押しやったら一番やったんや <laughs>、うんああだって「あ w i f i ね」って、うん、もう勝手にパンつながっちゃってるわって、うん、これが21年目でしょ、うん、で、はい、マンネリを解消しようって言って言ってるわけじゃないですか、うんうん、このことでもしかしたらこたつさんは燃えてるかもしれないです、うん、あのねそれね <laughs> どっちかですね、うん、めっちゃ燃えるか めっちゃ。萎えるか、怒って萎えるか。怒ったのが、攻撃型にいけば、いいんですけど。萎える人やったら、その場で、ちょっと、追求してたと思うんですよ。どういうことって。うん、ちょっと見してみいな、なんでせえへんねんな。もう、そうしたら、せえへんのんちゃう。ああ。そういうこん、そういう、だ人はね。ね。うん。どっちがええかよな。こう。 最後まで追求せんとひょっとしたらこいつとかって思いながらあと思えるやんここで誰かとみたいなだから一番いいのはそのホテルが w i f i をいつぐらいから設置したのかを何とかして調べるほんならここ何年の話かが分かってくるじゃないですかそれってここ一年とかじゃないの まあそんな10年の話じゃないですよね多分ねまあ最近やなそしたら。ってなった場合ほんまに最近とかやと下手したら現在進行形の可能性もあるので現在進行形やったらそこのホテルは来ないんちゃうのいやそんな分かんないですよなでも w i f i でバレるとは思わないんかね おそらくこたつさんが決めていってるわけやと思うんですよ。だって前日にどこどこのラブホに行きましょうってな,な,ならへんけど言わないでしょう、ね。でも入る時に、うん、ええ、ここやめようとかってなれへんのかね。なんでそれが変に拒むのもっと思ったんじゃないですか <laughs> そうそうなんで,で w i f i もうそんな女性やったら w i f i 入力するんん多分その瞬間にうーわ、まずってなったと思うんですよ。うん、まさかその、Fi、のことなんて頭 にないと思うんで「すよでわあ何回か来たことあるな、うん、これ拒むのもな、うんうん」それがめちゃめちゃ古臭い感じやったら「ちょっとやめとっかへん」「気持ち悪ない?」って言えますけど多分綺麗なとこやったと思うんですよ、うん、そこに入った w i f i のことなんかもまあ忘れてる、うん、いきなり設定し始めた「ここ行けるで」って、うん、お前持ってきた時のそ,その時に思いついてしまうの、うんうん うわもうつながってるそ,そういえばこの間 <laughs> もう申し開きできへんや、うん、うわ <laughs> なのでこの子たちさんも追求しなかっためっちゃ燃えるパターンやな <laughs> その時にうまいことその後で入れるわとかなんかうまいことこう遠目でこう見ながらやってるふりしたらよかったけど そうですね画面見えない感じで「あほんまやいけた」とか言うよねそれは僕みたいな男やったらそれでごまかし気すくんじゃこのこたつさんやったら無理ちゃうやってりゃ多分大丈夫って自然にただつながってもてるから多分わっ焦ったんやと思うんですよだから「ああ」みたいなだろ 奥さんにも言いたいんやけどさっき言えよ自分でえ Wi-Fi だから Wi-Fi を Wi-Fi つなががるわここいやいやいやそれは忘れてたんですよそんなこと忘れてるそんなこと自分が何回も何回も来てるラブホアで以前やあの Wi-Fi を設定してたとしても旦那さんがおわ Wi-Fi やお前もせよって言うなんて思ってませんそうかな もうそこはだからやったことないから分からへんすよその段取りをまあまあこんなねあるんですね追求するんやっ何もなんぼでもできますよこの間お前結局学校でワイファイ接続せんかったよなっつって言われて今から持っていきますつながったらお前別の人と来とるなってそれはできますけどそれはもう自演度にしたいからやる行為やで奥さんだからそれはしないとしないよそれは。 今の段階ではね。としてきてあるんですね。もうこたつさんも頑張ったら。う外で。どっちがいいんやろうな。これこたつさんに対してそどういうのが。いやもうえアドバイス？ういやもうモヤっとしときましょうよこのまま。このままモヤっと。もう本人はずっともやっとしてるんよ。ずっとしてもうこれでいいんかな。うん。もういいです。どうしたいとも書いてないからさ。相談でもないやん。はい。 聞きましたじゃあはいそれでいいですね恐ろしい会談話みたいなそうですね作っとしますねまあでも全然違うそのたまたまその時別にほんまにワイファイつがんでもって思っただけかもしれないしいや便利って怖いですよそれでうちの奥さんがもしわってこれわって言っても何にも気がつかないやろ僕はそうですねあお前もつながったよかったなっていうぐらいやそうそうそう 勉強書こういうとこで Wi-Fi つぐの怖いわとかなんかうまいことちょっと考えとかなときませんねいろいろもうこたつけでは遅いけどなうんもう遅いですよねこたさん頑張れね恐ろしい以上山本社交クラブでしためっちゃ迷ってますけどピカイチカ価値観調査これどやねよいしょあと一分かどっちしようかな ようちつさんです。料理をしているときに、その都度要領をよく片付けていく人もいますよね。私はどっちかというと、貯めておいて、後でたっぷり片付ける方です。皆さんどうしてますか。ええ、要領よく片付けながら料理する。べ、ビーすべて終わってから片付ける。いいですか。はい。せーの。まあ、なるべく A にしたいな。あとね、ゆっくりしたいんで。はい。 という。これはね、これはあの他のことはね、全然知識ないけどね、これは要領いいです。よはい。ああ、やっているんですね。だって、コックの場でしてる時からの習慣。ですかそうういのは、言われるでしょうね、お店はね。はい。ちょっと水につけとくだけでも違う全然違います。フライパンなんか、その時洗ったら、もんぺちゃ早いやん。はい。置いとくと、こびりつくんだよね。ね。 言いながら頭の中ワイファイですけどね。ワイファイってそんな仕組みになってるの？そうですよ。ちょっと勉強しておいてくださいよ。便利って怖いよ。ちょっといくつか教えてもらえない？もお疲れ様でした。今日は本当にあのえっと翔輔さんといいね、十年越しのね、あの年の時のその後の小田つさん、なんとも夫婦の間で大きな亀裂が入るか入らないか。 こうういちょっと僕はちょっとのあ w i f i が弱かったので今二人にまた説明を受けてたんですけどもどうやらだから奥さんは常利用とかほんまの最近利用した感じではないね最近やったらまあもうちょっとこう何や構えるっていうかうんか武装するよね多分何年か前3年なのか5年なのか前にうん そう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 い、まあ、うことね今も言ってたんですけど「うん、ラブホの外観って覚えてますか?」っていや覚えてないんちゃいますであと夜に入ると、うん、夜の感じと昼の感じ違うし、うん、夜の感じと昼ち違うよね、うん、夜の顔と昼の顔わ分からないそんな話 <laughs> 腹立つのそうなんですかいや多分ね多分ねやらへん5つ6つ並んでたとしましょうどこに5年前入ったかな今までの経験ですよ今までの経験で昔それはいいかなと思うでラブホガイみたいとかあるじゃないですかれ、いつまでイヤホン使ってるねそこにわーっと入りましたあここ行きたいないっぱいやこっちかな言うてるうちにもうんかどこ歩いてんのやろ ももうどこでええねえっ空いてたらそうほんであのラブホあるあるなんですけど、うん、入った時と朝出た時で出るとこ、うん、違う出口から出たりするんですよ、うん、入り口と出口が分からない入り口の時はこう入る、うん、でパネルがある、うん、でまあ、ちょっとお酒も入ってんのかな、うん、でまあ1日たって朝出口が違う出口だったりするんですよ、うんうん、出た時に どこかほんまに分からん景色は全然ちゃうやろな裏やったりするしねでこれがな自分が例えば運転してたらまだしも女の人大概助手席じゃないですか助手席で連れて入った連れられて入ったところってまあ覚えてないと思うわそうですよね景色も含めて一部そうなんですか古川さんいやだからほんまにこれ海難話よりも怖いと思う その時の奥さんの気持ちってったらドキドキやったと思うもうその時に瞬間的に「あ,あの時にあの人と入ったこれや」ってい、うん、何年か前にババッと思い出した全部そこでバーッて思い出したけど <laughs>、うん、もう対応はできなかったってことでしょそれ,うそれがそこで思い出したからよかったですけど、うん、思い出さんと「えー、私もやろうかな」っってそのなんか w i フ f i のパスワード書いてあるところに旦那さんの横パッと。 うん。えっと。誰さん。こたつさんに。横にパンと来て、えっとってやられた時に、こたつさんに。あれ、お前も繋がってるやんって言われてたら、もう。かあれ?。なんでやろう。スマホ床にたたきつける。だから、すっごいぼやにする。い結局。現代版刑事コロンボなわけでしょう。 もうここに来たのは絶対動かしようのない事実やもう完全に動かせないですそれって自分で入れてるからそういうことか、うん、パスワードを、うん、自分で入れたからまた次来た時に勝手に w i f i 入っちゃってるんで誰がそんな仕組み考えたらい, <laughs> いや便利やと思うんですよ,いいですよ便利か知らんけど便利こういうこともあるわけですだから吉本行ったら吉本の w i f i がつながるに僕らなってるし 便利やねただ怖いですよ怖いなこんなことがようこたつさん普通にそうね流しましたね送ってきてくれんねんからしかもいや僕これこそ次聞きたいわその後どうしたんでっかだからそのこたつ探偵がどういう動きをするのかその後まずはまずこの日 うん、どうしたかこの日は多分そのままいや遊うましたそ,そうですよ朝かねそ,うそれはなかなかやなだからその間ずっと見てるけど、うん、そのパスワード入れてる感じもないないのこれほんまこれが次こたつその小さんが、うん、その辺に興奮する方に行くのか、うん、でもしたとしても興奮したとしても 相手は誰なんだいつぐらいなんだとかってやっぱり知りたなると思う知りたなるのかな、うん、俺こたつさんもそこそこやってんのかなと思うなるほどなるほどね、うん、なるほど普通全然その結婚21年こたつさん何にもなかったら、うん、やっぱその場でおかしいやろってなると思うで、ね、ああそうか、うん、<laughs> 自分もどっかでつるかもしれながっただから嫁さんにお「お前もか」みたいな <laughs> どっちにでもここだからラブハ入った瞬間に「そう言われて触るなよスマホ触るなはい動くなあっ現状維持現状維持はいはい見ますよはいそこ動かないでひっくり返してさ w i f i 繋がっとるな誰だよってこうなるさこんな恐ろしいもんえ怖いな だっ 4G ただ 5G でしょそれがもう w i f i のマーンマーク出てるんですよ怖っこれまあえっとちょっと待ちましょうこたつさんがだから送ってくる余裕があるんだったらまあまあ遊んでますわうんねっだから 今日送ってきてくれるっていうことだけでもまだ余裕あるんでそれどころゃないと思うんでちょっと待ってますちょっと翔助さんのほうま頼みますわ翔助さんは手つないでそっからなんかなってラブホ行った時にワイワイをこう確認してどうかみたいなそこはちゃんと全部やってるこれ僕どこで四個踏んだらいいんですかねここですか いや正しいかどうからへんけど、まあ、この間よりはまあまだね、うん、ちょっとこう, <laughs> もう体に一番いいんですよシコってこの運動が。<laughs> <laughs> <laughs> ほんまこ,ここからこうするのがいいらしいんですけどねこれ,これができないですこうかかとが上がっちゃうんですよこういうものこのぐらいでいいですかね <laughs> 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 はいこれやってても全然思んないんで, <laughs> で、ね、<laughs> まあ今日はスペシャルとして試も踏ましていただきました <laughs> また来週です。おおみなさい。おやすみなさい。さい <laughs> 寝られへんけど。<laughs>